ADMJTV 小林です。そしてはい、稲垣です。よろしくお願いいたします。久々の二つ折りです、うん、久しぶりなんだ。そうなんですよ。意外に二つ折り ADMJ では少なく、これもシャンパン中、そしてこれ面白いよ。ここがお札、しかもカード入れが隠れております。これベロンチョ2段なんだね。ベロンチョ、ここで1回ベロンチョになって、でここでベロンチョになるという、でここに、でも私ね、大抵ここに実はちょっとお札入れちゃったりしてます。ああ大丈夫なんだね、はい、はいはいはい。もちろんここに入れて安心安全に入れていただくこともできるし、うん、ここがカードだから使いやすさは2つ折りのお財布としては抜群、はい、そしてスナップもまあこういうふうにちょっとね多くなった方はこちら、うん、あそうか、そうすると厚みができる、はい、ちゃんとここで隠れますので、はい、あのそういう細かい技もしっかりあって、はい、これもハッピー 200% のプリントがついています、はい、キオリーノテクノロジー社の、はい、ダビラクスのプリント、うん、0.15mm のフィルムをプリントした素材でございます、はい、そしてボルト、中の色いってみよう、はいはい、ボルトはオイスターグレーとイエローでございます。キレキレキレ、そして、はいはい、オイスターグレー、オイスターグレー、はい、はい、は桜、はい、そして裏地がブルーグレーでございます、はい、そしてそしてそしてごめんね、ありがとう、はい、白はこちら、はい、内側がネイビー、そして、はい、おーこれがでございます、はい、さあ稲垣さんはどのお色でしょうか。安心安全あ白いお財布珍しい、うん、ね、白ってあの風水的にもそうですねいいって言われたので、うん、それから白をすごく増えてしまって、ね、あとはでも実はねこの色もお財布の世界では風水的にって、うん、私は何の資格も持ってないけどね受け売りだけどねっていうのを聞いたことがあってから、うん、なんとなく持つんですけど、でもここに置いてある色は全部風水的にそんなに多分悪くない、はい、本当ですか、ありがとうございます先生、うん、ちょっと聞いたことがあるっていうなんかまあまあいいや、まあとりあえずでもあと好みよ好み、そうそうそうですね、うん、でも、はい、これダービーラックスのみで白をお選びいただければ、はい、あの空拭きだけであの思いのほか汚れません。私このシリーズのバッグも同じ素材で白を使ってますけれども、はい、毎日ガンガン使っても、うん、なんか全然汚れない、うん、雨にザーザー濡れても大丈夫っていう、おいおいおい、これ今びっくりした、おいおい、マチのとこも全部プリント、はい、そうなんです、これ大変だと思うよ、うね、職人泣かせ出ましたよこれ。でもねこれ、要するに何が嫌だって、ここでカード段を作ってここで縫製してここ一体何枚重ねて縫うんだっていう話になるのが多分一番嫌なこと、本当にミシン目がなんかあっ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 ていっちゃいそうだもんねしかもここも小銭で挟んで縫う、本当だ、だからこういうことが嫌よね、嫌よね嫌よね、言われるのよね、あきちゃんに、でもやんないとね、そうやっぱりこれが頭の中にあってできている商品だから、もうでもお客様に言われたんですよ、小林さん2つ折り2つ折り作って、やっぱりこう長財布派、それからそうですね、でも2つ折り派、私実はね2つ折りみたいなのも1個は持ってるんですよ、もちろん ADM 生産じゃない今こう久しぶりなのでこう買えなきゃと思ったけど、ちょっと旅行の時とかちっちゃい、ちっちゃくなるから、まあ、今あの薄いのもできたので、はい、でも昔はそんなのあんまなかったから、うん、そうですね、いい、いい、うん、でもこれであれば本当にお札もなんかねこうやって、うん、あのそんなに折らずに、はい、あのいけますし、はい、あとあんまり重たくならないと思う、そうですね、うん、なぜだろうね、なぜだろうね、長財布はなぜ穴に中身をぶち込んでしまうんだろ う, うぶち込んでますよね皆さん、でもこれだったら、うん、そんなに本当に重たくならない気がする、なぜ、ね、か確かに多分でもカード枚数とかそんな変わらないのに、うん、なんだろうね、整理しやすいのかな、うん、やっぱりでもポイントは、うん、うん、なんか豚財布ってもう絶対金運悪くなりそうですよね。豚って何？ちょっと太っちゃった。太ってる。言いませんか？豚財布って。初めて聞いた。ああ、そっか。そう、カバンとかもこうなんかこう太ってるっていうか入れすぎは豚バッグって。はい、あ、私だけ？そうなんだ。まあちょっとこう形を崩しちゃった場合ね。そう、聖火版で聖火版。聖火版って何？あの学生時代の聖火版に私の隣で座ってた。
あの今花柳徳太郎っていう、うん、あの踊りの、はい、あの、はい、師匠がいるんですけど、はい、花柳徳太郎はもういつも豚バックだった。今偉いのは同級生だったってこと、だから言っていい話ね。そう、もう豚バックだった。いろんなものをあのお手伝いさんが朝ドーナツとか何でも入れるわけ、バックに。彼女が満足いくように、いつもこんな豚バック持ってきてた。でも確かになんかこうイメージとしては整理整頓できない感じになっちゃうものね。そのままお財布とかがねこうバーッとなっちゃっててもね、なるべくやっぱりあのこう綺麗にね、あのしてあげましょうっていうのはね、そうですね、大事なことだから。今あの徳太郎さんすごく美しく素晴らしい、あの、いや本当に、いや人ってこんなに変わるんだなって。いやでもそうです、やっぱ一つの道を、うん、極めるってすごい、ね、子供の頃から極めるって、うん、まあ、私の友人ってそれ踊りとか、はい、あとスケート、はい、あのもうプロフィギュアスケートでつい最近まで現役だった方がいるんですけど、西田美和さん。へえ。昨日も友達と話して、やっぱ一つのことを極めるっていうのはもうそれだけで価値があること、うん、そうっていうね。すごいね、うん、すごい。そうそうたる、まあ、師匠も師匠この私に本当に毎回尊敬実はしてるんですけど、この道、はい、いや30年トーク、いやいや皆さんそうですよ。私は全然、いや私落ちこぼれですよ。曲花さんのようにやっぱ素晴らしい、もう知能知性もあり美貌もありっていう、もう全然慣れなかった、落ちこぼれですよ私は。また本当にアナウンサーさんとは違うカテゴリーですよ、うん、言ってきますけど、あ、まあ、通販はね覚えさせていただきました。それはショップチャンネルさんのおかげですよ、はい、でもあのほらレジェンドさんみたいな、レジェンドああいうカテゴリーとも別じゃないですか。レジェンド大好き。でも彼とも別だし、はい、私だから今ね残念ながらお客様このカテゴリーがないんですよ、世の中に。職業としてショップチャンネルのキャストさんね、うん、もうありますもんカテゴリーが。でもそれはショップチャンネルの中のカテゴリーで、はい、今じゃあフリーになった時に、はい、何肩書き、肩書き姉さん。さあということで、こちらの商品なんか今日短くしようねって言ってたのに、そうそうそう、もう、ね、はい、今日も日が暮れましたので、はい、あの今日もご視聴、もういきなりここにブチって切れますけど、バッサリです私。ありがとうございました。お客様ぜひ二つ折り財布できました。おすすめです。ありがとうございます。はい。